界絶対に笑ってはいけないプロフェッショナルの流儀。ずっと探してた。本当ね、皆さん、温めました。もう出来上がってたのは1ヶ月ほど前で、撮影編集で2週間ぐらいかけてる。バチバチの企画を今回やっていきたい。やったぜ、やっとだ。よっしゃ、俺たち自由発揮だぜ。プロフェッショナル流儀ってありますね。はい、結構おもろいんですよ、編集が。それ、俺らでバチバチにやってらおもろいんじゃないかな。まあ、1回目ということで、僕と恭平さん、脚本、監督、すべて自分たちやってます。おー、撮影の角度とかも僕はこだわってます。めっちゃおもろいね。あ、もう全部自分で決めたんですね。はい、で、恭平さんがプロ清掃員。プロ清掃員。それがおもろい。なんだプロ清掃員。清掃員プロだね。で、俺が映画監督。あー、おいわー。で、早速じゃあまず恭平さんの作品から見て。はい、一番笑ったやつ、その人に1000円で。うわー、マジで。おい、やばい、いいね。全然2018年6月6日、夏の暑さも激しくなってきたこの頃、我々はある男の取材に成功した。あ、お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。今日は一日密着させていただくということでよろしくお願いします。はい、ありがとう。はい、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 やってくださいね。これでなってたら後半またきついね。はい、いきまーす。お願いします。まあね、こんな仕事まあ見ても面白くないと思うんだけど、ついてきね。一流清掃員、隅々光丸。普段はどういう仕事をされているんですか？まあね、国に頼まれて、まあいろんな公共物の清掃。あー、かっこいい。パッと見よくわからないんですけどね。こういう素人が多いからゴミが多いんだよね。そう、ほら。そう言うと隅々はおもむろに砂を拾い出した。わかる、これ。わかる、これ。ゴミが入ってるのだ。砂と枝じゃないですか、微生物じゃない。ナレーションのこの隅々がっていうのやめてほしかった。隅々やめてほしかった。はい、入ってる。すべてをきれいにしなきゃ。あれだよ。何をなされてるんですか今。はい、一つ一つの塵を取ってる。こういう掃除するときってモップとか雑巾とか使う人多いんだけど、はい、俺から言わせればもう素人。手、はい、乗りアウト。おー、なんだよ。もう行きます。はい、アウト。これが一番取れるから。私は常に素でやってます。彼の掃除に対する熱意が伝わった瞬間だった。はい、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 歌が出てきた、歌が。これちゃんと菅氏川さんの歌入ってます。おー、聴いてくださいね。すごい。あれはあれよ。メイメイ、ほんとほんと、メイメイだって。ウレイクダンス。いきます。清掃員たるもの、掃除される側の気持ちもね、考えた方がいいと思うの。まあ、だから、ゴミになりきって。さあ、もうすごいわ。ゴミのキャッチマンを考えて、どう掃除されるのか。歌が、そう、歌もやばい。いつでも相手の気持ちを忘れない、それが隅々のプロフェッショナル。行くね。いつもの共演者じゃん。夫である。ゴミ、ご飯にする、お風呂にする、それとも私、その考え大事なのね、清掃っていうのは。夫です、私の。すげえ、すげえ見てほしい、これ。え、お前つぼよくわかんない。第一ちょっとね、難しいね。
おお、素晴らしい。あ、すごい。すげえ、最後の感じもすげえよ。笑った返事なんでしょうか。ダボーさん、恭平に1000円。めちゃくちゃおもろいし、そう思う。夏のね、ST の本気を見せたかった。なるほど。これ、あの編集、ターボーさんがごっちガチガチ本気出してくれた。素晴らしい。お前、自分で編集したらそんな笑ったの。そう、次僕行きまーす。はーい。はい。はい。ちなみに俺も初めて組めた時、ここで弾いた。恐怖だよね。今、何してるんですか？今はね、人を見ています。時間が空いた時は意味もなく散歩に出かけるという。みんな何を思ってんのかなって、時々気になっちゃってね。映画監督森厚宗や。あれって何をやってるんですか。あれ、はい、弾投げてる。はい、すごい。すごい。すごい。やらしい。弾投げて何をしてるんですか。弾投げて、はい、取ってる。おー、うぜー。帰ってます。うぜー。あれが、あれだよ、中日ドラゴンです。あれがかなり有名な中日ドラゴンです。そうそうそう、結構俺知り合い多いから、はい、そうなんですよ、うん、確かファンでいらっしゃいましたよね。いや、俺中日。はい、よかった。もう無理だ俺。タイト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 、タイトタイト。もう俺もう意味わかんない。自分コンセプト的にはやっぱその巨匠って変な人多いから、うん、変態から全体から全開です。なんてもバカでやったのか。我々は森厚の仕事に密着した。オリエンテ、待って。え、待って。え、特別に出ていただきましたね。マジ？森保の力で。はい、じゃあ本番入りまーす。ここもう大事だから。監督がとっても出る。テキパキとエンジン史上は5回以内に抑えない。とりあえず、さっき言った通り、ジャンプか。ジャンプ力高めで。ジャンプ力高めやってみよう。好きだよ。そっか。そっかじゃねえし。はい。はい、すいません。あ、すいません。全然ダメだこいつらも。ジャンプ力が足りねえ。もう一回、もう一回ねえよな。あー、ちょっと時間的に厳しいっすね。じゃあもう一回やろう。どこら辺がわかんない。表情の作り方というか。うん、表情の作り方は、はい、かわいいな。はい、ここに集中。右の眉、ここだけ、ここだけ、ここに集中と。ここが一番大事。あ、わかりました。好きだよ。嬉しい。仕事終わりの森厚に我々は同行させてもらった。そこで我々は森厚の新たな一面を目撃した。どこに行くんですか。はい。はい。このシーン、このシーン何なん。車の光うせえな。その前ですね。その前ですね。聞いちゃう。こう、そうですね、聞きたいですね。そんな気になっちゃうんだ。気になりますよ、教えてくださいよ。今から、アビコ行く。アビお前やタモーがずるい。千葉のアビコ市で。おお、赤顔の君は。ちょっと存じ上げなかったですね。なるほどな。だからそんなバカそうな顔でカメラマンやってるわけだ。森厚は言うことがなかなか手厳しい。僕が自分で想像してクリエイティブに見せたらないから。休日の日は何をされてるんですか。基本的にはまあボーリングの球を磨いてますかね。あ、磨いてるんですね。投げる方じゃなくて。いや、投げるっていうのは演者さんがやることと一緒だね。仕事が、うん、こっちはアシスト。どうやってその人に輝けるか。あくまでも演者を引き立てる、うん、見れる。それが森厚のプロフェッショナル。球をピカピカに磨ける。休日の日も仕事のことを
考えてらっしゃる。わかるな。今、泣く存じます。泣く存じます。静かに笑って。いや、待って。最後の、ステラップの長尾マリア、クソやばい。こんな先に出てる。そういえば言ったわ。興味がないから。ちょっと会話しましょうよ。せっかくこうやって今日一日密着して鼻くそおじってるじゃないですか、やっぱり。はい、の笑いのやつ。おじってるじゃないですか、やっぱり。ふっ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 。おー、素晴らしい。面白い。面白いよ。もうこれやろう、これから。お前バカつまんねえ。それでは皆さん、6点を発表してください。4、5ポイント。あれ、もっと、お前変じゃん。え、また、だえ、かっけ、ほんとに。よ、編集でちゃんと見てる。ここで不正できないから。言ってもらったらいけない、プロフェッショナル流儀いかがでしょうか。めちゃめちゃ怖い。素晴らしい、マジで。すごいだろ。すごい。これはね、進化した AC スタジオですよ。あー、もう間違いです。皆さん、チャンネル登録しないと鼻くそつけますよ。そう、これは早い。これは早い。スミスリが清掃行くぞ。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!